これまでにサプライチェーン改善やユーロファイターの戦闘機タイフーン向け EJ200 エンジンのサウジアラビアへの納入、エアバスの輸送機 A400M の初飛行などに携わってきた。現在は日本を含むアジア太平洋地区で各国向けの防衛航空ビジネスを率いている。 RR が各国向けに提供しているサービスの特徴を、運用を最大限可能にする効果的かつ効率的な保守サービスを提供している。どの国でもできるだけコストダウンしたいので、投資から最大限の効果を得られるようにしていると説明する。自衛隊機用ターボプロップエンジンでは、哨戒機 P3C と輸送機 C130、 早期警戒機 E2C が搭載する T56 旧アリソンが開発、救難飛行艇 US-2 が採用した AE2100J、 同練習機 T5 と T7 が搭載する M250 などがある。また陸上自衛隊が導入する垂直離着陸輸送機 V22 オスプレイも RR 製 AE1107C T406 を採用している。空自が導入する戦闘機 F35 についても、リフトファンを RR が供給していると話すドハーキ氏は、日本では IHI や三菱重工業、川崎重工業、富士重工業と共同作業を行っており、技術改善を図っていると、自衛隊や日本企業との関係の深さを強調する。ドハーティ氏は、 V22 は非常に重要なプログラム、輸出先として日本が最初に選ばれた。 MRO 整備改修オーバーホールとサポートのソリューション提供は川へと協力していくと最近の事例を挙げた。 F2 後継機ツールセット開示できる。では RR が今回の JA に関心を寄せる理由は何だろうか。前述のように防衛省関係者や航空機産業に携わる企業との交流ももちろんだが、国産戦闘機 F2 の後継機開発が視野に入る。 F2 は2000年から部隊配備が始まり、2030年代には退役が始まる見通し。エンジンはベースとなった F16 と同じ MyGE 製 F110 を IHI がライセンス生産したものを採用している。後継機は先進技術実証機 X2 などを用いて開発するステルス技術を取り入れて開発される見込みで、 RR はこの後継機のエンジンに関心を寄せている。国際的な入札になり、 RR にも様々な機会があると考えている。我々は入札に参加するに値する資格やスキルセット能力を有しており、日本でも長い歴史がある。日本の重工各社とも活動してきたと語るドハーティ氏は、我々のツールセットを開示できる。エンジン開発にあたりどうやって設計しているかも示せると、情報開示に積極的な姿勢を示した。一方で日米同盟を背景に自衛隊の装備品は米国製が優位な状況が続いている。ドハーティ氏は、日米の同盟関係は承知しているが、日英関係も良好だ、障害は特にないと感じていると語った。自衛隊発足後、日本の戦闘機は米国製エンジンが代々採用されてきた。機体が米国製やそのライセンス生産であるなどに加え、日米同盟や貿易摩擦によるところも大きかった。企業のグローバル化が進んだ今、国産となる F2 後継機のプロジェクトに RR をはじめとする欧州勢はこれまで以上に熱視線を送っている。ネットの声や海外の反応、日米英連合軍が品上陸もそれほど時間はかからないでしょう。漏れなく中国に情報が流れる。日本にすり寄ってきたのは A の EU 離脱も関係してるんかね。日本が日英同盟続けていたら悲惨な敗戦もなかったろうに。 F2 後継エンジンってこれこそ国産にすべきじゃないの。国産エンジンはまだまだ未熟だからな。まだ次は欧米に頼るしかないだろう。別にロールスロイスでもいい。
F35 みたいな失敗は勘弁。